いつも大変お世話になっております楽天証券でチーフアナリストをしております今中と申します。今回は2022年1、3月期決算レポートといたしまして、AMD、アドバンストマイクロデバイシス、この銘柄を取り上げたいと思います。パソコン用サーバー用の CPU、それからグラフィックプロセッサーを設計、販売している会社であります。 サーバー向け中心に業績向上が続いておりますこの会社の決算の中身分析してみたいと思いますまずこの1、3月期でありますが売上高が前年比で70.9%増収でありましたそして営業利益は43.7%増えたということであります売上に対して営業増益率が鈍化したように見えますが これは実はロジック半導体の中でも FPGA という種類がありまして、この大手でザイリンクスという会社、この会社を買収したことによります。このザイリンクス買収に伴いまして、無形固定資産の消却、4.79億ドルがこの1、3月期に発生しております。もしこれがなければ、営業利益が前年比で2.2倍になってたと。 ういう計算になるわけでありますが、あー要するにですね、大変好業績が続いているということであります。この会社の場合、このザイリックス買収によりまして、現時点で3つのセグメントを持っております。まず第1がコンピューティンググラフィックス、これが主にパソコン向けの CPU、Ryzen というシリーズであります。そしてグラフィックプロセッサー、GPU。 ラデオンというシリーズであります。この二つがメインの事業になるわけであります。ここがこの第一四半期、一三月期、三十三点四パーセント増収、そして四十九点一パーセント営業増益ということになりまして、大変好調でありました。実はですね、昨年一年間でインテルとこの会社、このパソコン向けでは競合するわけでありますが、店頭におけるシェアですね。 これが落ちてるんじゃないかと、数字で言えば、やはり少しずつ落ちていたわけなんですが、こういう懸念がありました。要するに従来、ですね AMD といいますのは、インテルに対して値段の安さで勝負しているというところがあったわけでありまして、それで過去5年、10年という期間の中で、特に最新鋭の7ナノ CPU、GPU を出してから、 急速にインテルに対してパソコン向けのシェアを上げてきたわけであります。それが昨年、この会社の場合ですね、この最先端の CPU、GPU については TSMC でありますが、ここに生産委託をしているわけであります。TSMC は今、巨額の設備投資を繰り返しているわけでありまして、当然、やはり原価が高くなっていくということであります。高級なんですけども、やはり高級な割に原価の高い、調達価格の高い CPU、GPU を調達していると。 ということでありまして、以前に比べると、ひょっとしたら AMD の競争力は落ちてるんじゃないかという、そういう懸念を持つ向きがあったわけであります。ところが、蓋を開けてみますと、実際にはですね、AMD 自身が個人向けの状況パソコン、プレミアムセグメントといいますが、要するに値段が高くで高性能の パソコンでありますそれからゲーム PC、それから業務用 PC、業務用の中でもやはり値段の高いセグメント、こちらの方に CPU、GPU の供給をシフトしたわけでありまして、この成果が非常によく出ているということであります。実はこの1、3月期なんですけども、世界のパソコン出荷台数、IDC の調べによりますと、前年比で5.1%減ということになりました。 昨年の10、12月期から横ばいになりまして、それまでのプラス成長が鈍化したわけでありますが、この1、3月期にマイナス成長になってしまったということであります。理由はいろいろありますけども、実際にパソコン不況になったというよりも、消費者、これは個人の消費者も企業の消費者も、 それからゲーム PC のようなマニア向けもなんですけども、そういう人たちが好むような上級 CPU、GPU ですね、これの供給が不足してたということによるだろうと思います。 でこの AMD のやり方を見てみますと、この個人向けでの,その上級機種、プレミアムセグメント、そしてゲーミング PC、業務用 PC、ここにかなり集中的に製品を投下したということが、この工業績に現れているということであります。それに加えまして、この1、3月にノートブック向けの上位機種、 蓮膳6000というシリーズ、これを出しております。えー、単価が高いわけなんですが、これが、えー、結構人気になっているということでありまして、これが売上増加と単価上昇に寄与しているということであります。 それからエンタープライズ組み込みセミカスタム、このセグメントであります。この中身といいますのが、エピックというシリーズがありまして、今これが非常に評価されているわけなんですが、サーバー向けの CPU であります。特にですね、大規模なクラウドサービス、例えば Azure とかですね、ああいうふうな大手の IT 会社がやっている、商用クラウドサービスのデータセンター向けに今大変人気がある、 サーバー向け CPU のシリーズ、エピクでありますが、こちらが好調だったということ、それからプレイステーション、XBOX、これ向けの CPU、GPU を AMD はやっているわけでありますが、こちらの方もやはり売り上げが伸びたということです。それからもう一つ、新たにゲーム機向けが出ております、SteamDeck というものであります。 スティー m といいますのは、パソコン向けゲームソフトのダウンロードサイトでありまして、実は今、このパソコン向けのゲームというのがです、ね、世界的に大変人気であります。そこのゲームサイトを Steam というんですけれども、このス t e ームでのパソコンソフトのダウンロード、そしてゲームのプレイ、これに特化したゲーム機で出たのが Steam d デックであります。 これ向けの CPU、GPU も実は AMD が手がけておりまして、こちらのビジネスが新たに加わったということであります。あと、組み込み半導体もやっているわけなんですが、特に自動車向けが大変好調であったということであります。その結果、このエンタープライズ組み込みセミカスタムのセグメント、87.8%増収、そして営業利益が3.2倍になると。 ということであります売上はまだパソコン向けの方が大きいわけなんですが、利益率が大変良いビジネスでありまして、利益的にはこのエンタープライズ組み込みセカスタムのセグメント、これが全社を牽引するようになっております。特にエピックのシリーズが好調だということであります。で今後を見ますと、実は2022年の後半にまた新たな展開が始まるわけであります。 まず5ナ CPU に進出するということでありまして、まずパソコン向けでは2022年後半にデスクトップパソコン用の5ナ CPU を発売する予定であります。ライゼン7000シリーズであります。これがですね、まずデスクトップから始めて、おそらく23年中にノートブックに展開すると。 いううこととになるだろうと思いいますいよいよ7ナノから5ナノへの進出ですね、転換、これが AMD で始まるということであります。またサーバー向けでも同様に5ナノのジェノアこれが次世代のエピックの新しい製品でありますが、これを2022年の後半に発売する。そして来年2023年の前半に、 クラウドサービス向けのベルガモというシリーズがありますこれも 5nm でありますこれを発売する計画でありますまあこういうふうにですね今年後半からいよいよ AMD で 5nm に向けた動きが始まるということでありましてこの動き結構期待していいんではないかと考えておりますそれから2022年2月14日に Zilinx の買収が成立いたしました ザイリンクスの株主が1株について、AMD 株1.7234株を受け取るという形の株式交換という形で、買収が成立いたしました。買収価格が約500億ドルということです。これ、買収がリリースされた当初はです、ね、ザイリンクスの株価がまだ安かったわけなんですけれども、買収価格が350億ドルということで、リリースされたんですが、 結果的には約500億ドルということになりまして、まあ、結構高い値段にはなっているわけなんですけども、実はこのザイリンクスこれから MD にとってですね、重要な会社になってくるだろうと思います。このザイリンクスの中身どうだったのかと言いますと、この第一四半期一三月期については、ザイリンクスの二月中旬から 3月末までの約6週間分の業績が反映されておりますこの6週間分で売上高5.59億ドル営業利益2.33億ドルということになっておりますこのザインクスの場合ですね開示された最後の決算が2022年3月期ここ3月決算でありますがこの第三四半期要するに昨年の10月12月期でありますが 何が強い会社かといいますと、航空宇宙産業医療計測、それから自動車放送消費者向け、あと有線無線の通信、それからデータセンター、こういったふうに産業界にわたってですね非常に幅広く展開している会社であります。ロジック半導体の一種である FPGA という種類のロジック半導体がありますが、これの大手であります。設計の変更がしやすいと 製品として発売された後でも設計の変更が可能であるという結構優れもののタイプのロジック半導体であります。また機械学習するときに高速処理が可能で消費電力が少ないというそういう長所があるということであります。まあ、このの買収にとっては ついてはですね、ええいろんなこの賛否両論語というのがあると思います。ええまあ買収価格が結果的に500億ドルという非常に巨額になったということでネガティブに受け取る向き、えこれもあろうかと思うんですが。 実はこれ、AMD が今、強化しようとしているのが、このエンペレットといいますけども、組み込む型の半導体でありますま、特注品といってもいいだろうと思いますけども、ここにアクセスするためには、実はザイリンクスというのは非常に重要な会社にこれからなってくるだろうと思います。AMD の顧客層というのがパソコン、サーバー、データセンター向け、それからゲーム機向けと。 とういうことになりまして、産業界全体にユーザーを抱えているわけではありません。結構、抱えているわけでありますが、このザイリンクスの場合ですね、やはりこの FPGA というのが非常にポピュラーなロジック半導体でありますので、産業界全体に顧客を抱えているということであります。まあ、そういう意味では、2月から統合作業に入っているわけでありますが。がが買収が 成立した後からですけれども、統合作業に入っているわけでありますが、まあ今後の展開が期待されるところであります。これが数字でありまして、ザインックス買収後の四半期の数字であります。先ほど申しましたけれども、この第一四半期売上は58.87億ドルでありました。前年比で70.9%増。 営業利益が9.51億ドルでありまして、増益率43.7%増ということであります。もしザイリンクスの消却がないということになりますと、この営業利益がおそらく13億ドル以上に多分なっていただろうと。 推定されるわけでありますそれから会社側の第2四半期のガイダンスでありますが、売上だけになりますけれども、65億ドルということでありまして、約70%増と、69%増ということになります、これが予想レンジの中心でありまして、会社としてはです、ね、引き続き好業績を見込んでいるということであります。 これがザインクス買収後のセグメント、市販機ベースのセグメントであります。コーピューティンググラフィックス、大変好調に推移しているということでありまして、注目していただきたいのは、営業利益率が高くなっているということです 25.。25.8%の営業利益率でありました。 昨年の各機よりも上がったりということですこの一つの理由が、ライゼン6000であります。要するに、ノートブック向けの高級 CPU ですね、これを出荷したということ、これによって平均単価も上がって、利益率も上がったということであります。それからエンタープライズ組み込みセンカスタムでありますが、やはり増収率が非常に高いと。 こういうことでありましてそれに伴いましてやはり時々と営業利益率も上がっていっているということですそれから x リン i n x でありますけれどもまだ6週間分でありますので正確なトレンドが分かっているわけではありませんまあ今後ですね AMD との中で経営統合してさらに高いパフォーマンスこれを狙っていくことになるであろうと思います 通期の予想なんですけども、私の方でですね若干今回、増減がございます。まずコンピューティンググラフィックス、主にパソコン向けの事業でありますが、今期については、売上予想は変えません。 23.2%増収ということなんですが、この営業利益率が上がっているということ、これはやはり重視する必要がありますので、利益予想については上乗せするという形になります。ただ一方で、来期の見通しなんですけども、少しですね、パソコン向けについては、減速ですね、市場の減速をちょっと織り込んでおきたいというふうに考えております。利利益益にについててはこれ営業利益率がが全体的に上がっておりますので 上乗せということにはなるんですが、増益率は少し減速する可能性があるだろうと思います。ただ、実際にはですねこれ、来期5ナノ CPU、GPU が、5ナノ CPU ですね、これがフル起用するという形になりますので、これはちょっと蓋を開けてみないと分からない面はあろうかと思います。 それからエンタープライズ組み込みセムカスタム、これについては、ですね今期来期とも順調に業績が伸びていくだろうと思います。利益見通しについては変更しません。この分野で言いますと、実はインテルが今年後半、あるいは来年にかけて、ですね3ナノの CPU、あるいは GPU を TSMC から調達するのではないかと、そしてそれがサーバー向けではないかというふうに言われているわけであります。 当然、ですね競合というのはあるだろうと思いますが、ただ、ですね AMD の場合もこれ、5ナノを投入するということ、当然やはりそれなりにコストパフォーマンスがいいものになるだろうと思いますんで、この分野で言いますと、やはりこのクラウドサービス中心に、データセンター投資が大変増えていると。 というこ,とこれが言えることでありまして、おそらくインテルが3ナノの CPU なり GPU を調達するにしても、当面、そう大きな数量ではないだろうと思いますので、このエンタープライズ組み込みセミカンフタムにつきましては、引き続き高い伸び、これを期待してよろしいんではないかなと思います。それからもう一つ、ゲーム機向け、これが増えるということ等を、 このセミカスタム、組み込み型の半導体で、ですね自動車向けが結構増えているということ、これは一つ注目していいことだろうと思います。それからザリンクスについても、ですねあの従来の予想、ちょっと強く過ぎたんで、そこについては修正いたしますけれども。 売り上げについては、今、足元で20%、前年比で20%増ということになっておりますので、少し保守的には見ておるんですけれども、引き続き順調ではないかなと思います。今、ザイリンクスについては、AMD との統合作業をやっております。このセグメントについては、ですねこの第二四半期から、データセンター、クライアント、それからゲーム、 エンペデット,トというのは組み込みという意味ですけれども、この4分野にセグメント変更が行われるということ、これが会社側か,からアナウンスされておりますので、えーまあ、あの第2四半期からは、この会社の中身がより一層クリアに分かってくるのではないかなというふうに考えております。これがザイリンクスの四半期のデータであります。正式な決算はですね、 昨年の10、12月期で終わっておりまして、この1、3月については、売上げの開示だけであります、10.36億ドル、前年比で21.7%増ということになっております。これがですね、ザイリンクス買収後の AMD の業績予想であります。 で今回、会社側のガイダンスでありますが、これも予想,の予想レンジの中心値でありますが、263億ドル、前年比60%増というのが、会社側の通期のガイダンスであります。でこれに対してです、ね、私の予想、前回の予想より若干下方修正ではあるんですが、会社予想よりは若干やはり上に行くのではないかなと。 いうふうふに考えております売上267億ドル、前年比62.5%増、そして営業利益については、ザイリンクス関連の消却がありましたんで、これを織り込むという形でありまして、 営業利益69億ドル、前年比89.1%増というふうに考えております。来期については、ですねあの売り上げについては若干下方修正なんですけども、また利益もですねあのザイリンクスを統合したことによって、やはり共通経費が、共通費用が増える傾向におそらくあるだろうと思いますので、その分、若干下方修正はしておりますが。 営業利益率は引き続き上昇していくのではないかなというふうに考えております。トータルで見たときに、引き続き高い増収・増益率ですね、来期の私の予想で言いますと、売上が32.6%増。 営業利益増とというこころをこれを見込んでおりますでご覧いただきますと、ですねこれ、5月5日の終値、93.87ドルというところで、PR を測ってみますと、今期予想で25.7倍、来期で17.4倍ということでありまして、業績の伸びについて、今、かなり割安になっているということ、これが言えることではないかなと思います。 改正側の見立てによりますと、今期来期ですね、22年12月期、23年12月期、これの契約役がサーバー向け、ゲーム向け、それからザイリンクスになるということであります。それから来年23年になりますと、パソコン向け、サーバー向けの両方で5ナノ CPU の販売、これがフルに寄与するということであります。 今後6ヶ月から12ヶ月間の目標株価、全開の160ドルを維持したいと思います。今の株価に対してかなり乖離があるわけでありますが、率直申しますとかなり時間がかかるだろうというふうに考えております。先ほど申しましたように、この好業績に対してやはり PR が非常に低い、株価には割安感が強い、これは言えることだろうと思いますが、このアメリカの金利上昇に対して、え、ー ハイテクグロス株の筆頭である半導体株、これがこの金利上昇をどの時点で織り込んで、そして半導体株が全体として、この好業績を織り込む形で底打ち反転するのか、まだ不透明であります。 今回の利上げ等、をちょうど AMD の決算発表が重なるタイミングになったわけでありますが、この AMD の決算発表が5月3日にありました。発表した後ですねやはり 株価的には非常に強い状況になったわけなんですが、この FMC o での0.5%の政策金利の引き上げ、これがあった後のこの全般的なです、ね、株価の下落、これにやはり巻き込まれてしまっているということであります。まあ、そういううういい意味で言うととこのの金利上昇というものが まだまだこのハイテクロース株に対して非常に悪い影響を与えるということ、まだちゃんと織り込んでいないということ、これもやはり言えることではないかとなと思います。まあ、そういう意味では、この目先ではですね株価的には急に上昇するということ、これ、なかなか期待しづらいということが言えるかと思います。AMD 株への投資については長期的姿勢 これが必要になってくるというふうに考えております。今回は AMD の2022年1、3月期決算について分析いたしました。この動画、ご評価いただけるようでしたら、いいね、そして登録をお願いできると幸いでございます。今回はご静聴ありがとうございました。